苦戦しているみたいだ。<笑>あいつはこの程度じゃくじけないよ。また連絡する。 白身のない引け、サリエル。どうやらサリエルの意識下に引き込まれたようだね。 我々の真意を理解せよ。人であるお前がタワーの進化の先にある未来を思い描けぬはずがない。<笑>あなたペインより重いものを持ったことあるの？ Thank you.
君の腕次第だが、早ければ7時間ほどでクリアできるんじゃないかな。これはアークエンジェルたちの肖像画だな。あいつら、こんなものを飾って何のつもりだ。戦いを司る天使にふさわしい力強い姿。これはウリエルの肖像画だな。これは私の肖像画か。人にとって大天使ミカエルはこのような姿でイメージされているのだな。これはラファエルの肖像画だろうか。彼の心優しい性格がよく現れている。タワーに侵入できたようだな。堕天使たちはこのタワーの各階に自分の支配する世界を構築している。最下層はエゼキエルだ。奴は子供たちと一緒にここで暮らしている。あいつを捕らえて天界に連れ戻すのが最初の仕事だ。成功を祈ってるよ。イーノックはついにタワー内部に侵入した。ウォッチャーたちは各階に自分を崇拝する人を集め共に暮らしており、最下層の世界はエゼキエルが支配していた。イーノックはエゼキエルを捕らえるべく、彼女と彼女の愛する息子たちが住む聖域へと足を踏み入れた。
彼女たちはタワーをさまようと思い、取りつかれたら激しく体を動かして体から追い出すんだ。エゼキエルは監視しているようだね。小さな女の子の気配を感じるよ。君を探しているようだね。ひっきりなしに邪魔が入るよ。時間がかかりそうだね。まあ武器の奪い方にもよるよ。じゃあまた。やはり来たか。
ほどを知るがいい。この物体の近くに立って浄化すると神の武器が手に入るよ。手に入る武器は物体の状態によって変わるみたいだね。エゼキエルは地上界の自然に惹かれて堕天した。しかしその自然に対する愛情は独りよがりで、時に残酷ですらある。彼女の歪んだ自然への愛、
ずれ地上界を混乱に陥れるだろう。最後の武器の登場だな。これはベイル、奪い取ってみるといい。この生き物はベイルに守られているよ。君にもあの神の武器が必要だね。攻撃して気絶させるんだ。そしてベイルを奪う。
ベイルは防御に優れているよ。破壊力を目いっぱい生かすんだ。ベイルも手に入れたよ。それは心配ないよ。これまでもうまく特性を見極めてちゃんと使いこなしてきてるし。じゃあまた連絡する。自分にとって有利か不利かが分かるよ。
前に俺が止められるか。勝てると思っているのか？こっちよ、ついてきて。あの子の後を追いなさい。進むべき道を教えてくれるでしょう。早く、こっちよ。こっち。
イーノックでしょ。私ナンナ。シンに聞いたよ。ネフィリムたちを助けてくれるんでしょ。あの子たちいっつも苦しんでて寂しがってて辛いのに、それがずっと続いてるの。ほっとくとトム食い始めちゃうし、どんどん大きくなって泣いちゃうし、伝説のイシュタールでも助けてあげられなかったんでしょ。頑張ったけど最後一緒に燃えちゃったって。でも生き返らせてくれるんだよね。ねえ、どうしてずっと黙ってるの？全てを焼き尽くすだろう。イーノック、お前はイシュタールを復活させる鍵となる。いや、もうすぐだよ。あいつの子供にも会ったしね。君も心配性だな。大丈夫だよ、また連絡する。どうした、イーノック。ずぶ濡れじゃないか。あ、これは傘だよ。人間の知恵の結晶ってところか。お前もこういう洗練されたものを使いこなしてこそ。あなたまるで縁起はないわね。ちょっと意外だわ。さあ行きなさい。エゼキエルはこの階層から逃げ出したようだね。イーノック、ここから脱出するためには彼らを浄化しておとなしくさせるんだ。
き続けて。大丈夫だ、問題ない。ヒールはこの階層から逃げ出したようだね。いいニック、ここから脱出するためには彼らを浄化しておとなしくさせるんだ。
愛する子供たちを倒されてエゼキエルのやつ怒ってるだろうな。まあ気にするな。お前はお前の仕事をすればいい。次はサリエルの支配する世界だ。イーノックはエゼキエルの支配する世界で彼女が寵愛する巨大な豚を倒し、さらに上の階層を目指した。いや、今サリエルのところだ。ああ、問題は武器の関係だよ。そう。サリエルの寵愛者、死んでもずっとサリエルから離れられないかわいそうな人たちだね。
つ頑張ってるよ。どの敵から武器を奪うか考えなきゃいけないからね。うん、また連絡する。